第7回京都盆大賞受賞の人気シリーズ、京都府警あやかし課の事件簿のスピンオフ小説を2022年秋に発表。日本の文化をアップデート。古都京都を舞台に、著者の天芸寺さやか氏が同シリーズの世界観を引き継ぎながら、オリジナルキャラクター3人を主人公に据え、新たな物語を紡ぎます。メインキャラクターのビジュアルは人気クリエイターによる書き下ろし、さらに正一氏によるマサルとトータローの書き下ろしイラストを公開。各イラストをもとに伝統産業の技法により、キャラクターの衣装も完全再現します。小説の舞台の神社仏閣をめぐる衣装体験ツアーも発表予定。京都の魅力を再発見、スピンオフ企画に乞うご期待。